ビデオ、ニュースです。日本は最悪の状態になり、相当やばいです。国民はその認識を持ちたいです。安倍、菅、政権は10年近く時間をかけて日本を壊してきました。まず人事を使って国会を無視してねじ曲げてきました。日銀の独立性を奪いました。金を垂れ流しています。日本の金融崩壊、本当に危ないです。内閣法制局を乗っ取り、日本の法律的安定性を奪い、日本を戦争できる国に陥れました。安倍は悪事の限りを尽くし、それでも逮捕されないように、こともあろうか、検察のトップの人事に介入しようとしました。幸い、国民が激しく抵抗したので、実現しませんでした。第4の権力、そして、権力分立の鍵となる、報道をねじ曲げようとしています。百田直樹という、くだらん、テレビ屋を、経営委員に送り込み、続いて、NHK 会長を骨抜きし、NHK の批判能力を、亡き者にしました。次に、権力の私物化、国民の皆さんは、嫌というほど、汚辱した、声だめのような、安倍の政治を見させられています。森友学園、加計学園、桜を見る会、こんなものは一部分に過ぎません。無数の縁故主義、自分の仲間に利益を与え、自分の権力を長続きさせる。新自由主義で厳しくやりましょう、などはごまかしで、自分の仲間は左内輪で、庶民は非正規労働、派遣労働、中小企業は激しい、競争にさらされています。公文書の改ざんも無数です。中でも笑わせるのは雇用統計や GDP 統計のごまかしです。アベノミクスの失敗がバレないように隠すって何なんですか。本当に許せません。安倍、菅、政権の限りない愚策、たくさんありすぎ。例えば、大学の入試試験の偽装、許せません。そして、今度の岸田政権、安倍、菅の悪事を受け継ぎ、一切安倍、菅の批判をできない政権です。自民党は、経団連の献金で成り立つ政党。経団連には、絶対に反対できない。総裁が変わっても、何も変わりません。総裁選挙など、全くの茶番。それをテレビで流し続けた。本当に声だめテレビです。選挙で自民党をなくしてしまえばいいのです。安倍は、でもね、選挙で僕ちゃん勝っちゃうんだもんと言っています。安倍にこんなことを言わせていいんですか？衆院選では自民党を亡き者にしましょう。この機会を失えば日本は本当に終わってしまいます。絶対に自民党を許さない。いいですね。